はい、皆さんこんにちは。皆さんの生活に心が動く学びを、隙間時間の心理学です。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマですね、心理学の歴史、文との要素主義とその後の心理学ということで話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、文との心理学といえばですね、心理学の誕生ですね、1879年、文とがドイツのライプチヒ大学に世界初の心理学実験室を作った。これがですね、心理学の始まりと言われています。では文とはどのような形で心理学というものを発展させていったんでしょうか。文とは何を目指したんでしょうか。文とはですね、以下の3つを心理学の目的としたことから要素主義というふうに言われました。それがですね、この3つになります。意識を要素に分解すること、意識の結合を証明すること、そして要素の結合の法則を研究すること。さあ、ちょっとこの文章だけだと分かりにくいんじゃないかなと思うので、こちらの方をご覧になっていただきたいと思います。はい、こちらご覧ください。水っていう物質は水素と水素と酸素に分解することができますよね。で、それをまた水素と水素と酸素を集めることによって水という物質にすることができます。それと同じことを人間の意識でもできるんじゃないかと考えたのが文とです。例えば我々がリンゴを見ている、このリンゴを見ているということについて、赤いなとか丸いなとか美味しそうだなとか綺麗だなっていう要素に分解できるんじゃないか。つまり水を水素と水素と酸素っていうふうに分解できたように、このリンゴを見ているっていう我々の意識も赤いなとか丸いなとか美味しそうだな綺麗だなっていう、こういった要素に分解できるんじゃないだろうか。ちなみに赤いとか丸いとかそういう感覚のことを純粋感覚、美味しそうだなとか綺麗だなっていう、こういう感情のことをですね、単純感情というふうに言います。純粋感覚と単純感情ですね、はい、そしてこの純粋感覚と単純感情の要素を集めるとリンゴっていう意識が出来上がる。その時に、例えば酸素には水素2つっていうルールがあるように、この意識の要素の結合の仕方にも何らかのルールがあるんじゃないだろうかっていうことも考えています。つまり1番ですね、我々の意識というものを要素に分解すること、そして2番、要素の結合、これらの要素が集まると全体としての意識が出来上がる、まあ、これのことをですね、文とは等覚というふうに呼んだんですけども、これらを要素が集まった等覚としての意識が出来上がるということ。そして3つ目が、酸素には水素2つというルールがあるように、これらの結合の法則があるんじゃないか、ルールがあるんじゃないか、それを見出そうとしたわけですね。さあ、そしてですね、さらに文とはただ単にこういった要素の分解と結合をですね、個人の理屈で説明しようとしたのではなく、内観法というものを用いてデータ収集を試みたと言われています。つまり、赤くて丸くて綺麗で美味しそう、でもそれってあなたがそう思ってるだけじゃない、あなたの主観じゃないですかって言われてしまう可能性があるわけですね。そこで文とは第三者による報告を求めた。例えば A さんにリンゴを見せて、その意識状態を観察してもらって、自分の意識状態を見た時に赤いとか丸いとか、そういったものが報告される。で、 B さんも赤い丸いってのが報告される、 C さんも赤い丸いっていうものが報告される。そうすると共通して報告された意識経験っていうものは私個人のものではない、それは客観性を持つものだっていうふうに考えたわけですね。つまり心理学が科学として成り立つためには、やはりその
データが必要だった、客観的なデータが必要だった。そこで文とは内観法というものを用いて第三者のデータを集めることによってその理論の客観性を確保しようとしたんですね。これが文とが心の科学の始まりと言われるゆえんです。さあ、そして文と以降の心理学はですね、どうなっていったかというと、まず文とのもとにたくさんの学徒が世界中から集まります。で、そしてその集まった学徒がそれぞれの国に帰っていくことによって世界中に心理学という学問が広まっていくことになります。その中にはアメリカで臨床心理学を立ち上げたウィトマー、精神疾患の分類、もともとですね、統合失調症と躁うつ病っていうのは同じようなものだっていうふうに考えられていたんですけど、いや、統合失調症と躁うつ病は別の精神疾患であるっていうふうに区別を始めた。これがやがてですね、 DSM などにもつながる精神疾患の分類につながっていく、この精神病理学のですね、基礎を築いたクレペリン。そして日本の心理学の誕生と発展に貢献した松本又太郎もまたですね、文との下で学んだと言われています。元良雄二郎とともにですね、日本の心理学の発展に寄与した松本又太郎は文との下で学んでいる。そして文との考え方を色濃く受け継ぎ、やがて構成主義と呼ばれるようになるティチナーなどですね、文と以降の心理学、たくさんの人たちがいます。ただですね、皮肉にも文と以降の心理学は文との批判によって発展していくという側面があります。それが心理学の三大潮流というものです。例えば先ほど僕はこんな話をしました。みんなが赤い赤い赤いって言ってる、みんなが丸い丸い丸いって言ってる、共通する報告というのは客観的だって話をしましたね。本当にそうなんでしょうか。例えば極端な例ですけど、みんなはいじめが仕方ないって言ってる、いじめは仕方ないって言ってる、あのいじめは仕方ないっていう風にみんなが言ってる。じゃあ本当にそこで起こってるいじめは仕方がないものなんでしょうか、許されるものなんでしょうか。共通する報告が客観的な正しさを持ってるっていうことについては随分怪しい側面があります。あと先ほどですね、リンゴを赤くて丸くて綺麗で美味しそうって話をして、それをまた集めるとリンゴになるって話をしましたけど、あれ、赤くて丸くて美味しそうで綺麗、トマトですね。あれ、もともとリンゴだったはずなのに分解して元に戻したらトマトになっちゃった。あれ、そうすると分解すると元に戻らなくなっちゃうんじゃないの、という考え方であったりとか、あと意識だけじゃなくて無意識ってものを見ていかなきゃいけないんじゃないのとか、まあ、このあたりが心理学の三大潮流っていう話につながっていくわけなんですけど、まあ、このあたりの詳しい話はまた別の機会にしましょう。さあ、今回のまとめです。文との心理学、意識を要素に分解してその結合の法則を見出そうとしたことから要素主義と呼ばれることになります。で、文との心理学は先ほどお伝えしたように現代から見たらあまり科学的とは言えないかもしれません。いろいろな批判があります。ただですね、やはり従来哲学的な文脈で語られていた心という存在、それをですね、客観的なデータをもとに理論を構築していくという科学として扱うことを始めた、この文との歴史的な価値、貢献っていうのは非常に大きいと言えると思います。ですので、やはり心理学というものは文とから始まったと現代でも見出すことが多いわけですね。はい、ではですね、今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。